特急阿佐ボーイ別府行きにご乗車くださいましてありがとうございます。この列車の運転士は山下、車掌鉄島、客室乗務員は日野、木村、池上、野田です。ご用の際はお気軽に声をおかけください。3号車にはクロちゃんおすすめの商品を販売しているクロカフェがございます。1号車と4号車のパノラマシート、3号車の白いクロちゃんシートを含め全車指定席です。車内にはいろんな表情をしたクロちゃんがたくさんいます。お散歩してみてくださいね。なお新型コロナウイルスの感染症対策のため3号車のクロクラブは使用を中止しています。恐れ入りますがご協力をお願いします。放送内容はお子様にも分かりやすい表現でご案内させていただきます。あらかじめご了承ください。 Good morning everyone. Thank you for riding JR 九州阿蘇ボーイ Wonderful 別府。 This train is all reserved seat. If you don't have a panorama seat ticket, please do not take picture in the panorama seat area.Thank you for cooperation. クロカフェの営業時間は水前寺駅発車後の9時20分を予定しています。今しばらくお待ちください。なおクロちゃん弁当と赤牛メンチカツサンドは9時52分到着の立野駅からご用意します。ご不明な点がございましたら客室乗務員まで声をおかけください。今日の阿蘇地方の天候は晴れのち曇りの予報です。最高気温は18度の予報です。それでは皆様クロちゃんと一緒に阿蘇ボーイズのレッスン旅をお楽しみください。皆様に3号車クロカフェよりご案内いたします。3号車クロカフェでは様々な商品を取り揃えております。デザートには口いっぱいにラム酒の香りが広がる大人プリンや阿蘇ボーイオリジナルの子供プリンはいかがでしょうか。またお飲み物には水木巡りで有名な阿蘇一宮で作られた阿蘇モンサイダーはいかがでしょうか。阿蘇の湧き水を使用し天然水仕込みでお持ち帰りもできお土産にもおすすめです。たっぷりと溶け込んだサイダーをお楽しみください。皆様、列車は間もなく立野に到着します。南阿蘇鉄道は日本で一番小さな機関車をつけたトロッコ列車が有名で、立野駅から高森駅まで運行していました。現在は熊本地震の影響で途中の中松駅から高森駅を運行しており、2023年夏頃に全線再開を予定しています。南阿蘇白川水源という駅があります。駅名にもあるように沿線には1分間に60トンもの水が湧き出ている白川水源があります。阿蘇に降った雨が50年という長い年月をかけてきれいな美味しいお水となり、その水を求めて県内外からたくさんの人が訪れます。南阿蘇鉄道でゆったりのんびりとした旅をお楽しみください。まもなく立野駅に到着します。左側、2番乗り場に着きます。3号車クロカフェよりご案内します。皆様お待たせいたしました。ただいまの立野駅より阿蘇花火市よりクロちゃん弁当と赤牛メンチカツサンドが届き、メンチカツサンドの販売を開始しております。市内でのお食事にぜひご利用ください。皆様阿蘇ボーイは間もなくスイッチバック運転を行います。立野駅から列車の走る向きが変わり、中間地点までのしばらくの間、4号車を先頭に後ろ向きに走っていきます。先ほど止まった立野駅と次の赤水駅は 8km しか離れていませんが、高さはなんと 190m も差があります。阿蘇ボーイはこの高さを一気に登ることができません。ゆっくりゆっくり登って、途中で少し休憩をします。そして休憩後、
走る向きを4号車から1号車に戻し、阿蘇へ向かって頑張って登っていきます。May I have attention please? This station located on the rim of the Aso crater. From here the terrain is too speed for a normal railway. The terrain will go up to the switchback railway. Do you know switchback means? That means the train snakes up and down to hill like letter Z. Please enjoy the unique railway. Thank you.まもなく立野駅と赤水駅の中間地点に到着します。ここは立野駅と赤水駅の中間地点です。ここで少しの間休憩をします。アソボーイはこれから走る向きを変える準備をするため、運転士さんが4号車から1号車へと移動します。みんな運転士さんが通ったらアソボーイが元気に出発するよう頑張ってくださいと大きな声で応援してくださいね。では、立野駅から赤水駅までの高さ、190m の差を分かりやすく例えてみましょう。ビルに例えると60階建ての高さです。背の高い動物のキリンさんで例えると、なんと35頭分ぐらいの高さになります。どれくらい高いかイメージできましたか？アソボーイが発車するまでしばらくお待ちください。みんなの元気いっぱいの応援でアソボーイは阿蘇に向かって走り出しました。まもなくすると進行方向の右下にアソボーイが登ってきた線路が見えてきます。外を見るととても高い山を登っていることも実感できます。このようにジグザグに運転することをスイッチバックと言います。まもなく新阿蘇大橋の前を通過します。熊本市と南阿蘇村を結ぶ全長525メートルの新阿蘇大橋は、熊本地震から約5年を経て、今年の3月7日に開通しました。また通称、ヨ・ミュールと呼ばれる展望所からは、新阿蘇大橋の全景や熊本平野、立野峡谷までの眺望を楽しめます。ヨ・ミュールとは、熊本の方言で、よく見えるという意味です。橋のたもとにある休憩所には、熊本地震の応急仮設団地で使用したみんなの家も有効活用されています。進行方向右側にご注目ください。皆様、アソボーイは間もなく阿蘇に到着します。これより進行方向右側にはアソボ岳が見えてきます。阿蘇山というのは一つの山の名前ではなく、阿蘇五岳という5つの山やその周りの山、すべてを合わせてこう呼びます。阿蘇五岳を遠くから見るとお釈迦様が横に寝ている姿に見えることから、阿蘇の涅槃像と言われています。一番左側のギザギザした山が涅槃像の横顔、隣の一番高い山が胸の部分、右側のお腹の部分からはもくもくと煙が見える日もあります。May I have your attention please? You will soon be able to see Mount Aso on your right. The shape of the five peaks look like a reclining Buddha. Mount Aso is one of the largest active volcano in Japan, and it emits smoke continuously. 今日は特急阿蘇ボーイ別府行きにご乗車くださいましてありがとうございます。降り口は左側2番乗り場に着きます。発車は10時31分です。お乗り遅れのないようご注意ください。アソボーイでいっぱい遊んでクロちゃんと楽しく過ごせましたか？皆様のまたのご乗車もクロちゃんと一緒にお待ちしています。これより先もお気をつけていってらっしゃいませ。 May I have your attention please? We will arrive at the Aso station in a few minutes. The doors on the left side will open. This train departs in 6 minutes. Thank you for riding JR Kishu Aso Boy. We look forward to seeing you again. 皆様、アソボーイまもなく終点別府に到着します。これより先進行方向右側にご覧になれるのは、壮大な別府湾を一望できる大分マリンパレス水族館海たまごです。中央にある大きな水槽には約90種類、1500匹の魚たちがのびのび
外に海をイメージした砂浜が広がり、目の前でイルカさんやペンギンさんを見ることができます。皆様も動物たちと仲良くなれる水族館海たまごを訪れてはいかがでしょうか。お降りの際はお忘れ物なさいませんよう、お手回り品をいま一度お確かめください。今日は特急あそぼーい別府行きにご乗車くださいましてありがとうございます。クロちゃんがいっぱいのあそぼーいを楽しめましたか。これからも元気にのびのび遊んで、またあそぼーいに乗りに来てくださいね。皆様とまたお会いできることもクロちゃんと一緒にお待ちしております。これより先もお気をつけてお出かけください。Thank you for riding JR 九州阿蘇ボーイ. We look forward to seeing you again.